ズームイン朝は日本テレビ系列で1979年3月5日から2001年9月28日まで毎週の月曜日から金曜日に生放送されていた朝の情報番組。略称はズームまたはズームインまたはズーム長であり、これは更新ズームインスーパーにも引き継がれた。東京都千代田区二番町の日本テレビ本社内、オープンスタジオ、マイスタジオを拠点に、国内外からの中継をもとに構成。最新のニュースと気象、スポーツ情報から番組の目玉である日本列島各所の中継、特集を放送した。その一方、芸能情報は番組開始時から晩年までほとんど扱うことがなかった。番組の開始を機に、当時新築された日テレ本社南本館1階にマイスタジオを新設した。マイスタジオは本番組以外にもルンルン朝6正情報やタウン5、日本テレビハイライトなどで使用されたほか、スタジオ特性を活かし外部からの中継番組を処理する受けサブとしても使用された。日本テレビでの放送時間は7時8時30分で開始以来不変だった。ただし、一部ネット局では放送時間が異なっていた事例もあった。番組マスコットは、ズームくんという人工衛星を擬人化したキャラクターで、テロップや番組ノベルティグッズ等に使用され、開始当初から1985年頃までのオープニングアニメーションや、プロ野球入れ込み情報のオープニング CG、1995年から1998年までのオープニング CG にもその姿を確認することができる。しかし番組終了とともに姿を消し、ズームインスーパーではしばらくの間マスコットは使用されなかった。2001年10月1日より本番組をリニューアルする形で、ズームインスーパーがスタートした。この番組がスタートする直前の頃は、日本テレビの平日朝7の8時台の時間帯の視聴率は、苦戦を強いられており、キー局では最下位の視聴率であった。制作局長になっていた井原高忠が平日朝の新番組の企画のために、お前だったらどうする？とプロデューサーの仁科俊介の元を訪れ、そこで活動的な朝の空気に合ったものを作りたいと考えて、この番組が出来上がることになる。仁科としては、朝はどこの家庭も忙しいので、ながら視聴ができるようになれば視聴者に支持される番組になると考え、5分以内のコーナーが細かく積み重なっていくという番組構成のイメージが出来上がっていったという。仁科は小泉全部ゲバゲバ90分からイメージができていったので、ズームインの元となったのは、実はゲバゲバ90分とも話している。仁科の他に斎藤太郎、沢田隆二も、この番組の最初から参画していた。斎藤によれば、1978年7月頃から数回社内で朝番組の企画公募があったもののいずれも採用に至らず、9月頃に突然茨から仁科、斎藤の2名にお呼びがかかり、朝番組をやれと言われたため、沢田を含めた3名で企画を考えたという。当初は実際の制作は、他のスタッフがやると思っていたが、企画が採用になった直後に、茨からお前たちが考えた企画の意味は、お前たちにしかわからないんだから、とりあえず3年我慢しろと言われ、しぶしぶ制作もやることになった。また、企画段階では1時間番組のつもりだったが、どうせならまだ誰もやったことのないものをということで、いつの間にか90分番組になっていたという。斎藤は番組が90分になることが確定した段階で番組を30分ごとに3つのゾーンに分け、最初の30分は出勤前のサラリーマン向けにとにかくテンポを速く、次の30分は中学生、高校生向けに少しテンポを落とし、ラスト30分は主婦向けに大きくテンポを落とすというスタイルにすることを決めた。また前日の短いコーナーを細かく積み重ねるスタイルについては、沢田が持ってきた NHK の国民生活時間調査の影響も大きかったとしている。番組の企画段階での仮タイトルは、今日、あなたは。その後、ズームイン。全国的に朝。と変更されたが、当時日本テレビ社長の小林よそじに伺いを立てたところ、人の真似は良くないとされた決裁により、全国的にの部分だけが取れて、ズームイン。朝に落ち着いた。1977年にスタートした45分のニュース番組、NNN おはよう。ニュースワイドはそれまでの NNN 庁のニュースで伝えられた全国ニュースに加え、特集や地方の話題などを加えて放送するという、当番組の原型となるような内容で放送されていた。その後、おはよう。子供省との枠統合、並びにネット局との調整を経て当番組がスタートする。口実通り、当番組には報道部が関与しないため、報道部制作のニュース枠として、NNN 庁のニュースを放送再開した。ネット局関連開始当時のネット局は、日本テレビ、札幌テレビ、青森放送、テレビ岩手、宮城テレビ、山形放送、福島中央テレビ、山梨放送、北日本放送、福井放送、中京テレビ、読売テレビ、日本海テレビ、広島テレビ、山口放送、西日本放送、高知放送、福岡放送、テレビ長崎の19局ネット。このうち、山形放送、北日本放送、福井放送では1984年3月まで、ポーラテレビ小説を放送していたため、8時10分、飛び降りとなっていた。この時、北日本放送は、ローカル番組、おはよう KNB ですに内包する形をとり、番組後半はローカル編成を組んだ。このため、番組欄では両番組名が併記となったほか、ローカル部分が後にステレオ放送化されたため、新聞等の番組欄のタイトルには、ステレオ放送のマークがついた。また山形放送では1987年9月まで、アンケイ全国ネットニュースも放送していたことに加え、YBC 社説放送、今朝の主張があったため、7時30分からの飛び乗りとなっていた。1979年4月から、西日本放送の岡山、香川相互乗り入れにより、岡山県での放送を開始。同年7月2日、前日に開局した静岡第一テレビにて、静岡県での放送を開始。それまで、日本テレビと、テレビ朝日とのクロスネット局であった静岡県民、放送は前番組、NNN おはよう。ニュースワイドは、ネットしていたものの、終了後は、テレビ朝日系列のオリンピックニュースとアニメの再放送枠に当てていた。同年10月1日、当時日本テレビフジテレビテレビ朝日とのクロスネット局であったテレビ大分でのネットが開始した。ただし、開始当初は、フジテレビの開け、ポンキッキも放送していたため、8時飛び降りとなっていた。1980年10月1日、この日に開局したテレビ信州にて、長野県での放送を開始。それ以前は、長野県に日本テレビ系列局がなかった。1981年4月1日、この日に開局したテレビ新潟にて、新潟県での放送を開始。開局当日は徳光が新潟に赴き、生放送を行った。同年4月6日、上記のゆく年来る年の効果により、それまでフジテレビ系列の番組をネットしていた鹿児島テレビにて鹿児島県での放送を開始。1982年4月1日、この日に開局した熊本県民テレビにて熊本県での放送を開始。前年の新潟の時と同様に、徳光は熊本に赴き、生放送を行った。ネット局関連1990年4月2日、前日に開局したテレビ金沢にて、石川県での放送を開始。それ以前は、石川県に日本テレビ系列局がなかったため、北日本放送と福井放送が取材を行っていた。1991年4月1日、長崎県での放送がこの日に開局した、長崎国際テレビに変更。テレビ長崎での放送は、その半年前に打ち切りになっている。1992年10月1日、愛媛県での伊予テレビ開局を機に、TBS 系列の番組ネットの見直しが行われ、これまで TBS の平日朝7時の番組を放送していた南海放送と秋田放送が番組ネットを開始。最大の28局ネットになる。1994年4月1日、鹿児島県での放送がこの日に開局した鹿児島読売テレビに変更。なお、それまで鹿児島県でのネット局であった鹿児島テレビは同日フジテレビが開始した目覚ましテレビを本番組の後継番組扱いでネット開始した。開局当日は福留と NNN の九州地区機関局である福岡放送の中継キャスターの古賀幸人が鹿児島に出向いて番組が放送された。毎年8月に放送される24時間テレビ愛は地球を救うでは日曜の 5.6 時台をこの番組をベースとしたお天気リレーなどを行っていたが、第34回の放送で徳光がマラソンにチャレンジした際に7時をきっかけに休憩所に応援に来たアントン・ウィッキーとズームイン、ポーズを取り、中京テレビでレポートを担当した木口教授、読売テレビでレポートを担当した森武氏、辛坊二郎と回線をつないだ。その後、朝やスーパーの復刻企画が増え、2016年には早朝企画の放送箇所を汐留日本テレビ前スタジオに移し、実質、ズームインの復刻版に近い形で行った後、2017年から2019年は、徳光は福留、福沢にあと番組、スーパーの司会、羽鳥慎一と後々番組、ZIP の司会である増田一を加え、復活ズームインとして、ズームイン朝の流れで放送された。朝番組をベースにしながら、早朝企画を展開する演出は2020年以降は ZIP に引き継がれた。24時間テレビ、愛は地球を救う早朝企画も参照。三馬町で流れるテーマ曲は宮川靖の作曲による番組オリジナルでオープニング、エンディングとも同じ曲である。原曲は3分00秒の曲だが番組オープニング部分が長時間のため番組では原曲を継ぎはぎして長く使用しており、エンディングでは応用として、元日などネット局の飛び降りが発生する際に、飛び降り、ポイントで曲が終わるかのように、かつ引き続きネットするつぼねでは続けて流されたこともあった。なお、司会が福沢になってからは宮川が改めてアレンジし、ステレオで再録音したものを使用した。オリジナル音源は長らく CD 化されなかったが、番組の終了及び宮川の没後である2018年8月29日発売の宮川靖テレビテーマワールドにアレンジ版も含めて収録された。同 CD にはスーパーとジパング朝6のテーマ曲も収録されている。徳光時代にオープニングのフォーマットが変わってからは名前テロップ上部に必ずおはようございますの表記が入る。ズムサタでも共通だったが、スーパーになってからは表記を廃止し、ズムサタも途中からやめている。歴代の総合司会は、その当時の日テレの看板アナウンサーが務めていたが、いずれも後にフリーに転身しており、ズームイン朝の総合司会はフリーへの道であるとも言われた。また、総合司会の3人はそれぞれアメリカ横断ウルトラクイズと全国高等学校クイズ選手権に関係しており、さらに更新番組である、ズームイン、スーパーの2代目総合司会を務めた、羽鳥慎一、ZIP の初代総合司会の増田一も共に、全国高等学校クイズ選手権に関与している。総合司会が休暇の場合は、日テレのアナウンサーやネット局のアナウンサーが東京に派遣されての代理総合司会を務めた。徳光の休養時は福留など、福留の休養時は、堀俊彦、福沢、羽鳥など、そして、福沢の休養時は、藤井貴彦、羽鳥などが、総合司会を務めたことがある。番組末期はほとんど札幌テレビの森中伸也が、東京での代理総合司会に定着していた。なお、極めて珍しい例として、福留時代に、イギリス留学中の福留の娘が体調を崩したため、福留が渡英して、番組を休んだ1991年8月21日から23日の3日間、前任の徳光が急遽再登板したケースがあった。また、上述の通り福留は総合司会就任の1988年から1990年までは、ウルトラクイズ海外ロケ参加のため毎年9月上旬あたりからの約1ヶ月は当番組からは離れていたため、この場合も総合司会休暇の時と同様のケースが取られていた。マイスタを起点とせず、日本各地の中継先から司会を行う場合もあった。中継時、画面右上に中継地と放送局名が常に表示され、中継地には必ず振り仮名を振っていた。番組開始当初は、バラエティ豊かなキャスターを揃いたいという斉藤の意向で、ローカルタレントや一般人からも起用していた。やがて報道番組としての役割も求められるようになり、徐々にアナウンサーへ交代していった。当初は中継地にあたる箇所には中継先を問わず局舎所在地が入っていたが、後に東京、日本テレビ、北海道、札幌テレビ、静岡第一テレビ、愛知、中京テレビ、大阪、読売テレビ、福岡放送というように、中継地の都道府県名と放送局名へと変更された。このような表示は全国各地の中継を目玉とする、この番組の大きな特徴であった。この方式は24時間テレビ、愛は地球を救う初期の各局リレー中継でも踏襲された。通常は中継地と放送局のエリアは一致するのだが、ごく稀に放送局のエリア外を担当することもあった。なお、当番組の中継キャスターの中には、同じ日本テレビ制作のザ・トップ10歌のトップ10の中継リポーターも兼任していたキャスターもいた。初期は、レイレイちゃんやニックネームなどフレンドリーな呼び方が多かった。ズームイン、スーパーに出演のキャスターについては、当該項目を参照。印のキャスターは、ズムサタにも出演。名前の横に、特記のないものは現役もしくは退職して、アナウンス職から離れたキャスター。天気予報のコーナーは、当初、徳光の歌う、天気予報の歌に合わせて、天気予報を放送していたが、放送開始から2から3年した頃、アメリカでは、天気予報がショーアップしてきていることに着眼した西名プロデューサーと斉藤ディレクターがコーナーを一新し、以下の項目に重点を絞った天気予報コーナーを作った。視覚的にわかりやすい巨大な温度計を使用し、全国各地の中継先から天気予報の概要を伝え、それをリレー形式でつなげる。東京においてもマイスタから外に出る。なお、番組中使用していた大型温度計は、計測機能のない温度表示板で、実際の気温に合わせて赤いテープを手動で上下させる単純な仕組みだった。番組中にそのことを明言することはなかったが、強風で温度計が倒れてテープがずれてしまったことがあり、福留が放送中に堂々と直している様子が映されたことがあった。従来の天気予報は、各地の気象観測所を中心とした予報であったが、気象協会から送られてくる情報に加工を施しアバウトな形で伝えることに特化した。日本列島を極めて簡略的に表示した上で、主要地のみに天気マークを配置した今日の天気テロップを番組冒頭で用いたり、日本列島上の晴れや雨の場所を大雑把に色分けする形で CG で表示し、それを日中と夕方以降の2パターン用意することで予報推移の概況を伝えた。関東ローカルの天気でも大雑把な天気予報は同じで、関東地方の場合は関東7都県の地図の上に大雑把な色分けの天気分布と同時に関東7都県の降水確率と東京の最高気温が表示される。7時20分前後と8時前に前半はマイスタ前から全国の天気予報。後半は各ネット局からローカルの天気予報を放送していた。ただし、読売テレビなど全国の天気予報も差し替えてすべてローカルで放送していた地域もある。1988年に火曜サスペンス劇場でこの番組を舞台としたズームイン、朝、殺人事件が放送された。キャストは、渡辺典子、金田健一、高木美帆、高松秀夫、立枝芙ほか。当時のネット局であるテレビ長崎が舞台で、福留も出演し、エンディングには31分31秒が行われる流れだった。ありがとうございます。